あの以前ですねシルバニアファミリーの動画、えー、まあ、2本出してるんですけど、えー、1本はあのミツゴちゃんベビーカーを買ってねシルバニアファミリーの。でパッケージ見た感じ何シルバニアちゃんが乗ってたミツゴちゃんが可愛いウサギが乗ってたんで楽しみに買ったら、うん、ベビーカーだけしか入ってなかった言って、えー、で2本目はダイニングテーブルセットっていうのを買ったんですけどパッケージに、うん、なんか可愛い。 赤ちゃんシルバニアちゃんと親シルバニアちゃんウサギの人形があってあなんか楽しく遊べそうやなと思ったらダイニングテーブルセットしか入ってなかったっていう、えー、でどちらもパッケージの写真の人形は中には入っていませんってしっかり書いてて完全に俺が悪いやんっていう動画を出したんですけど、えー、それを見てなんでしょうねあのー、事務所にプレゼント届いてましてはいてか 久しぶりですねあのなんかコロナーなってからファンレターが事務所に届くとかも、まあ、めっきり少なくなったんですけどあの贈り物いただきましてはいで開けたらシルバニアファミリーが入ってたんですよ人形がありがとうございます本当にあの多分 YouTube 見てくださってであの手紙も添えてましたあのこれであのやっと遊べると思うんで遊んでくださいみたいなまあ僕にも善良なファンがいたもんでね はい。それをファンの方に、まあ僕差し入れでいただいたんで、まあせっかくなんで、その、まあ開封動画じゃないですけど、紹介したいと思います。はい。こちらなんですけども、ええー、本当にありがとうございました。シルバニアファミリーの人形、ええー、ついに手に入れました。はい。なんで一発目これやねんなんやねん、こいつらキモいやいやいや、うん。 キリンファミリー。なーに、これ。ちゃちゃ、珍しいって。普通のやつくれやなぁ。いや。じゃ、普通のあのザ・シルバニアファミリーをくれよ。あの、ウサギのかわいい。一発目、これ珍しいって、なぁ。キモいんじゃいや。いやいや。 ちょっと近くで見てくださいよ、これね。キリンファミリー、こんなんですわ。はい。顔一緒すぎるやろおい顔の表情が、見てくれ。一緒すぎるもう、顔が一緒すぎんねん。これなんじゃこれなぁ。なぁ、そうねん。顔が一緒すぎるぞ。そんなもん。いやなんか、 思ってたんとちゃうなそのうーんまあ開けまっしょかうんいやすごいいや思ってたんとちゃうのよまあ人形は人形なんですけどねこの後ろのキリンの尻尾で引っかかって取れなかったえー、まあいやいやかわいいかわいいはかわいいですけどそのなん,なんやろな,なんや ああ後でえっとねほんでちょっと見てこの子供の子供のキリンなんですけどねえズボンのみおいおいおいこれよう見たらズボンしか履いてないよな上肌かいやそのザコシショウさんみたいな履き方してるやんあのズボンをうーんってこうその ここまで上げるっていう意味分からんけどめちゃくちゃおもろいやつやんズボンしか履いてへんやん上の服なしまあまあ赤ちゃんキリンはそういう感じなんのかなあいやええー、ねんけどほんで何このねこれ,こ,れこのなんか首から下げる、えー、カメラ一眼レフ的なカメラとかねあの双眼鏡とかがこれセットで付いてるんですけど お前ら撮られる側やし見られる側やろおいなあじゃお前らお前ら撮影される側やってキリンファミリーさすがに、うん、双眼鏡で見られる側やってお前が見んの大ぼあまあでもそうか別に人間とかがいる世界じゃないからそれは的外れなんかうん。 いやちょ怖いねほんでなんか何ですか森のお話っていうなんかこういう小冊子がついててですねえー、これちょっと読んでみますかはいあキリンファミリー言うてこの何この4体のえ名前が書いてますね、はい、はいはいはいえー、っとえー、左からですね「オリーブね」ね この子をリーブ。えー、で、ブラン。この赤ちゃん、ブラン。で、ブリー。ね、ブランとブリー、はい。ほんで、こいつが、エグバード。エグバードいや、エグバードもうカラスやろ。エグい鳥いや、キリンの名前、エグバード。いや、エドワードでええやん。 エドワードはまああれか。いやいや、エグバード。エグいバードは、うん、カラスやん。お話ですかちょ、呼んでみますか不思議そうに首をかしげる2人にお父さんが言いました。この引き出しは一番の宝物。家族の思い出を入れるために開けてあるんだよ。お父さんの言葉に、ブラン君とブリちチャーもにっこり。早速2人で作った日記を引き出しに入れて、みんなの大切な宝物にしました。一番最後のページ読んでもうた なせねんこれお力読ますないやいやめっちゃ1ページ目っぽいけどあー俺が間違えてるわでもちゃうわこっちやいやちゃあなんかこの何エグバードとかオリーブとか,かキャラクター紹介書いてるから1ページ目かなってなんか錯覚してもたその漫画の何この 漫画の順番で読んでもうた。わかるわっうん漫画のうん。漫画の順番で読んで、こう、こう、ね、こう分けたら、こっちにキャラ紹介やったから、漫画や、思って。その,あの、キャラクター出るやん。で、こっから読んでいくやと思ったら、うん、オチやった。ほんで、オチおもんな。で、こっちから見なあかんねん。 それちょっとさすがに俺が悪い,いか。じゃあ読んでみましょうか。なんか、ね、でもほっこりしそうな話でしたね。えー、キリンファミリーは穏やかでのんびり屋さんの一家。ちょっと、うん。お父さんは思い出の詰まった古い家具や道具が大好きで、中でもリビングにあるチェストがお気に入りです。そのチェストはとても大きくて、一番上の引き出しに手が届くのは背の高いお父さんとお母さんだけ。うん。 そして赤ちゃんのブラン君とブリーちゃんがおやつちょうだいおもちゃとってと頼むとお父さんたちがその引き出しからさすっと取り出してくれるのですだから二人は欲しいものが何でも出てくる魔法の引き出しと呼んでいましたそう一番上の引き出しは秘密の宝物入れだよ宝物入れだよとお父さんも嬉しそうに言っていますそんなある日お父さんが引き出しから取り出してブラン君とブリーちゃんにくれたのはカメラと双眼鏡 ずっと欲しかった宝物に、二人はもう大喜びです。ブリーちゃんは双眼鏡と遠くの景色を見て、双眼鏡で遠くの景色を見て、お山が近くに見えると大はしゃぎ。ブラン君はそんなブリーちゃんや大好きな家族の写真を撮るのに夢中です。撮った写真をおもんないあかんすませんおもんないわ下人やから子供が読む分にはいいよ ごめん、途中でやめともった。俺は、小冊し派ではない。あの、ストーリーはおわん派。あの、収集派にします。シルバニーファミリーの楽しみ方。すいません。あの、ストーリーはちょっと、僕は無理でした。はい。あの、芸人なんで、すいません。えっと、あの、子供は喜ぶと思います。ね。読み聞かせはしますが、寝る前に。はい。えー、ということで、 まあでも、ごねくださったファンの方ありがとうございました。ね、えー、そうですね、あのー、まあ、シルバニアファミリーの家具とかね、いいのあったら、ぜひ、まあ、こんなん言うのはあれやけど、お待ちしてますじゃないけど、まだなんか気向いたら、僕の誕生日にでも送ってください、皆さん。えー、今のところ、使い道はなんか、こうやって、あのー、キリン柄みたいにして、楽しみます